皆さんこんばんは。こんばんは。さあ、ポニーオタクの伊藤です。本日もよろしくお願いします。今日はたくさんのスタッフの方がおりますので元気いっぱいいきたいと思います。はい、では早速、最初のニュースですね、ちょっと取り上げていきたいなと思います。最初のニュースはこちらです。じゃん。最初はですね、これはこれで面白かったのでニュース話題に取り上げさせていただくんですが、まあ有名な金融のメディアであるブルームバーグさんでですね、あったんですが、仮想通貨業者は常識破りビットコイン取引をツイッターで事前発表というですね、の話なんですけど、これ何なのかというとですね、海外取引所の大手のバイナンスというところがあるんですけども、バイナンスがですね、ビットコインを今から90億円買いますみたいな話をですね、投げてだいぶ話題になったというところです。価格上がりましたよね。100万円、今ね、100万円、1ビットコインの価格は100万円いってないですけども、100万円こう行ったり行かなかったりっていう100万円付近まで行きましたけども、結構これもきっかけだったんじゃないかなというふうに言われているものです。なかなかね、決まってることらしいんですけども、バイナンスの中だと資産の担保として、会社として88億円分のビットコインを保有しないといけないというものがあるらしいんですけども、それを、わざわざ市場で購入する前に外に言うっていうですね、通常の金融機関だと言わないですね。これから買いますみたいなものは多分金融庁とかですね、監督省庁にこう、情報を出すのはありだと思うんですけど、ツイッターでは言わないだろうっていうところですね。こういうのが話題になってました。ですので、英語ではあるんだけども、やっぱりバイナンスのツイッターとですね、バイナンスの公式ブログぐらいはですね、まあ、定期的に、まあ、ずっとこうウォッチしてると、結構市場を動かすきっかけになるので、まあ、参考になるんじゃないかなと思います。まず最初はですね、この常識破りというので、ブルームバーグがやってましたんで、買うよというですね、話に関しての話題でした。で、次がこちらですね、じゃん。これ本当にたくさんのニュースサイトで、仮想通貨とか暗号資産のニュースサイトじゃない、普通の日経さんとかですね、新聞社さんでですね、取り上げられてるんですけども、Facebook が暗号資産の市場に参入する、Libra という構想を発表したのはご存知ですかね。これは、構想を発表したのが今月ですね。今月構想を発表して、昨日の段階でより詳細のロードマップを発表したんですね。こういうことをやります。で、プロジェクトのサービスステージもローンチしました。こういうことをやりますという形でですね、Facebook が大々的に発表しました。これがまず昨日今日で話題なんですね。Facebook がやるんだ、どんなのやるんだっていうのがぐわーっと話題になったんですけども、本日の夕方、やっちゃダメだよというですね、アメリカの議会からの反発が出て、これがめちゃくちゃバズってると。いうのが今の状況です。で、どうですかね、こう皆さんも消費者の目線で、あ、Facebook やるんだ、なるほどねって思った部分と、あ、反対されたんだ、で、やめちゃうのかな、みたいのが今の市場からのこう読み取れる環境だと思うんですけども、じゃあこの先どうなると思います。例えば、Facebook がやらなくなるのか、それとも Facebook がこうアメリカのこう規制団体をこう無視してやるのかとかですね、そういったところもですね、先読みをできるようになると、面白いんじゃないかな。思います。で、個人的にはですね、Facebook だからっていう部分はちょっとあったのかなと思います。ちょっと国に対して反発的というかですね、やってることが情報漏洩があったりとかフェイクニュースがあったりとか、そういうなんか問題児じゃ問題児なんですよね、 Facebook さん自体が。なので、それに輪をかけて、やっぱこうね、まだ決まってない、法律決まってない、暗号資産のプロジェクトやりますって言ってるので、結構な国からすると問題人なんだなっていうところですね。なので、Facebook が直接攻撃されてるっていう印象はすごくするんですけども、米議会が言ってるですね、まだ全然こう、規定も揃ってないのにやらないでよっていうのも、一理あるかなと思っております。おそらくですね、今年中にこれ解決すると思います。いわゆる Facebook が言ってくれたから、議会が進むっていうのも十分あると思うんですね。なので、おそらくこれはまた一悶着あって、やるとかやらないとか、そういったものをやりながらも、法整備が進むすごくいいきっかけになるんじゃないかな、というふうに思っております。隠れてやると思うというですね、メッセージいただきましたけど、確かこれリブラがアメリカ投機じゃないですよね。米国じゃなかったと思うんですよね。スイスかどっかじゃなかったかな。要は、アメリカの法律守らなくてもよくないみたいな。ああいう部分の逃げ道は確かにあるかなと思いますね。はい。ちょっと次の話題、これはですね、ライトコインの話をちょっと持ってきました。で、ライトコインの話をですね、持ってきたのはなんでかというとですね、すごく価格が上がりましたね。ライトコインっていうのは、ここ1ヶ月、2ヶ月ぐらいの話ですけども、半減期だとかですね、匿名化技術との提携だという形で、他のビットコインとか他の銘柄並みにですね、ガーッとすごく上がってるんですよ。で、ちょっとこれの火消しに近いんじゃないかなと思ってます。火じゃないですけど、トークの価格がグラッと上がるとですね、やっぱり下がるんですね。いわゆる利確みたいなものとかです
ね。要は上がったものってどうしてもこう調整をするっていう動きが絶対にあるものですから、まあ、こういったもののいわゆるこう暴落させないための仕組みとしてデビットカードの発行っていうのをこの今の段階で入れたんじゃないかなというふうに思います。なぜならばですね、これから半減期を迎えるわけです。これからいろいろと変わってくる中で、まさかこのタイミングでですね、いろいろ業務提携ガンガンすると提携された方が結構困っちゃうんですよね。変わるじゃないですか。移り変わっていくもので、落ち着いてからこういったビジネス提携ってやるものなんですけども、まさに渦中の時にやるっていうところで結構こう想定外的なビジネス提携なんじゃないかなと思っております。で、じゃあこれっていいの悪いのっていう形で言ったら、まあライトコインに対してはすごくいい影響になるんじゃないかなというふうに思っています。決済が行くってことはこうニーズを作っていく形になりますので、おそらく価格がね安定していくという形になりますので、まあまあデビットカード、まあ、決済のペイメントとこう提携を結んで、実ニーズを作るというような形でトークの価格を暴落させないっていうのは、まあ一つありのやり方じゃないかなというふうには思っております。というところでですね、まあ、皆さんのコメントですね、ちょっと上から順に回答していきたいなと思います。銘柄の個別の話を今いただいてるんですけども、ワウーはどうなると思いますっていうところでですね、ワウーのホルダーさんって結構情報ってどうやって取ってるのかなっていうのは結構気になるんですけども、ワウーは結構英語でですね、日本向けじゃないんですよね。結構情報発信めちゃくちゃしてるんですよ。でその情報発信が結構プロジェクトの中身が変わってる情報発信してるので、毎回毎回ですね、こう思いますこう思いますって私言うんですけども、早いんですね、ワウーのビジネスの転換というか移り変わりが。で今の最新のワウーの情報だと、ワウーってもともと投げ銭というかコミュニティートークンのような形で意識してる人多いと思うんですよね。いいねのなんかこうトークンエコノミーみたいな形だったと思うんですけど、全然変わりまして、確かね決済トークンに近い話になってたと思います。ちょっとごめんなさい、まだ発表前かもしれないですけども。で言うと、ワウーはどういう評価になりますかっていうものでですね、言うと市場に合わせてどんどんプロジェクトを変えていってますので、これはビジネスとしてはまあ全然ありなんじゃないかなと。ただワウーがこういうビジネスですってなかなか決まりきってないので、短期的には判断がしづらいですね。ちょっと様子見をしたいなと。次どういう風にやるのかなっていうのはすごく気になる銘柄の一つではあります。はい、利確は急がなくてもいいんですか、ライトコインという話があるんですけども、まずライトコインが半減期とかですね、いろんなファンダのニュースがあって価格がファーッと上がってきているのがまさに今ですね。でもうそろそろ利確しようかなって思ってる方も多いと思うんですけども、この利確しようかなっていうニーズに対してデビットカードを発行するんで、これ決済使ってくださいっていうのが今なんですよ。ってことはですね、ライトコイン側もですね、売られると思ってるわけですね。なのでこれ以上のファンダがない可能性は十分あります。なので、まあ利確してもいいし、デビットカードにチャージして普通に決済で使ってもいいし、まあいわゆる用意してくれてますからね。で多分ね、流動性的にはまだまだ8月ですからね、ファンダが機能するのは。なのでまだまだ1ヶ月ぐらいはこの値段はこうもうちょっと推移すると思うんですけども、早めに利確をするっていうのは全然ありかなと思います。なんか利確するときに 100% 全部利確する必要はないですからね、ちょっとずつちょっとずつこう保有率を下げていくっていうのはすごくいいありだと思います。はい、リスクも半減期で上がりますかねっていうところなんですけども、半減期はですね、半減期だから必ず上がるというものではなくて、半減期だよという認知度がすごく必要です。何月に半減期だよねというのが必要で、で取引所がそれに結構言う傾向があるんですよね。で取引所もそのホルダーだったりとか、トレードをこう活性化させたいがためにマーケティングで言う可能性なんですけども、リスクって銘柄の認知度も高いんですけど、流動性が結構低いんですよ、認知度の割には。なので取引所からするとリスク半減期だよっていうメリットがライトコインよりも薄いかもしれない。そうすると誰も叫ばない、誰も話題にしない可能性がありますので、なんだろう、ちょっと様子見ですね、どれぐらい市場が盛り上がるか、市場で誰が発言するかっていうのを、まあ、様子見をしてから参加するのがいいんじゃないかなと思います。ビットコイン今買うのは高値圏かな、まあ、100万円ですからね、高いかなと思いますが、良いファンダはたくさん出てます。買いのタイミングはいつがいいんですかというところなんですけども、いわゆるですね、高いというのはこう過去にから比較した時の価格ですね、まあ、上がってきて今っていう形なので、まあ、高いかどうかっていうのはその過去からの比較になるんですけども、利確とかですね、損切りというか未来に対してですよね、未来下がるのか、未来下がるんだったら今は高いですし、未来上がるんだったら、今はいくらであっても安いと、買い時仕込み時という話になります。でいうとそんなにビットコインの今悲観するようなニュースはないんです。いわゆる下がるかもしれないからちょっと今持たないでねっていうようなタイミングではないので、どちらかというと今だったら別に使っていただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。
はい、あんまり買いを推奨するとかですね、そのなんかこうこれで投資利益出るよっていうのは言わないようにはしてるんですけども、セミナーとかですね、勉強会とかでよく登壇するときにですね、同じ質問って本当によくいただくんですよ。いつか買い時がっていう話が多いんですけども、今の価格全然見る人ないですよというのはよく伝えます。いわゆるこれから未来どうなるかってなった時にネガティブな情報が少なければ、まあ、いつでも買い時じゃないですか。ただ一気に買うとね、例えば前日 10%20% 上がってましたとかだと結構判断迷ったりするので、それだったらドルコスト平均法でこうちょっとずつ買い増ししましょうっていうような形もお勧めしてたりはします。 BXA トークンは今後どうなっていきますか。まあ、ビジネスとして考えた時に、韓国のですね、ビッサムだったかな、大手取引所ビッサム の基軸通貨で、まあ、そこから複数取引所のこう基軸通貨になりますよみたいなトークンなんですけども、あとDEXって言うんですけども、そのいわゆる取引所っていう形でこう運営母体がいない、まあ、アプリですね、DAPSっていうこう非中央集権のこうサービスですね。でそこの基軸通貨にもするという形のプロジェクトではあるんですが、当然その構想っていうのはすごく市場に合っていていいんじゃないかなというところなんですけど、やっぱりこう構想をどんどん実体化していくときにですね、まあ、いろんな壁にぶつかったりとか法律にぶつかったりとかっていう形になります。で特にDEXっていうものはですね、結構くせ者で、法律がですね、なんか適用されないようで適用してるんですよ、思いっきり今。なのでこれはDEXサービスなんだけども、どこどこの国からのアクセスは禁止しますみたいなものが今一般化してますので、それって中央集権なんじゃないっていうふうに市場は今思ってるんですよね。なので結局DEXのサービスの良さっていうのは削れてしまうんじゃないかというところで、だったらまだ取引所でいいよねっていう部分で、まだ人の移動が起きなければ、DEXの通貨ペアになってもあまり価値が生まれない可能性はあります。まあ、そういった、ところで見ていった方がいいかなと思います。今めちゃくちゃ過渡期です。この市場は変わる。なので今時点の判断は今時点の判断でできるんですけれども、必ず最新の話題、関係するところの法律っていうのは常に情報のアップデートはした方がいいんじゃないかなと思います。決済に使っても売り圧は変わらないですよねっていうところなんですけど、これはおそらくライトコインの話ですかね。売り圧は変わらないですよね。例えばみんながみんな決済に使うとですね、結局その決済のトークンっていうのはおそらく財団に回ります。いわゆるライトコイン財団のところですね、こうスーッとライトコイン支払いっていう形で決済プラットフォームから回ってくると思うんです。でそれを売らないので、ライトコイン側が大量に保有しているものを売る動機にはならないので、決済めちゃくちゃ使われたら売り圧は減ります。ただこれ多分言ってるのはみんな決済じゃなくて利確するんじゃないっていう話なんですけども、可能性はあります。で、あとはライトコインがまだライトコインのこう財団ですね、デビットカード提携しましたよの時に、まあ、いわゆるペイペイみたいなサービスで今使ってくれたら 20% 還元しますみたいなものとかですね、やってセットしていくとやっぱり流動性を増していくわけですよ、決済の。じゃあもう今ライトコイン使っちゃおうという形になってきますので、そういう仕掛けをどれだけやるかにかかってくるんじゃないかなと思ってます。ビットトレントの市場でのニーズは今後どうなると思いますか。いいですね、こういうあまりこう仮想通貨の市場っぽくない質問にはなるんですけども、すごくいいですね。基本的にはですね、今こう皆さんの質問をガンガン答えてますけども、これ初めてこれから暗号資産興味あってやってみようかなとかですね、いう人からするともう何言ってるかわからないなって思われて、こんな難しいのかって思われるかもしれないですけども、今こう質問してる人たちがやたらと詳しいです、はい、なのでご安心ください。普通ここまで知らずにやっている方は多いです。ビットトレンドっていうのがですね、トロンという暗号資産のプロジェクトがあるんですけども、トロンというプロジェクトがですね、買収をしましたストレージですね、ピアツーピアのストレージのサービスになります。でピアツーピアのストレージのサービスに、暗号資産トークンを追加して、今ビットトレントっていうのがですね暗号資産の市場にいるんですけども、もともとのニーズっていうのはですね暗号資産だから生まれたわけではなくて、ピアツーピアのストレージサービスという形になっていて、非常に期待されている市場です。めちゃくちゃこれは期待されてます。でなんで期待されてるのかっていうとですね、ストレージのサービスがこう時代をどんどんこう作っていくためのバックなんですよね。例えばブロックチェーンっていうのはテクノロジーじゃないですか。でもブロックチェーンがなくても行くとこは行きますよね、進みますよね、例えばなんだろうな、最新の Uber とか、Airbnb 誕生しましたね、シェアリングエコノミーって誕生しましたね、
でじゃあ Uber とか Airbnb ってブロックチェーンがなくても誕生してますよね。でブロックチェーンがあったらより決済がスムーズになったりっていう形なんですけども、このピアツーピアのストレージサービスっていうのはですね、今後来る 5G の時代になるとですね絶対に必要なんですね。 5G の時代になった時にデータの管理どこでやるのという形になってきます。でこのデータの管理がデカすぎるわけですよ、いきなり。ただこのデータの管理どこでやる問題を解決しないと 5G になってもファイルがないと、そんなでかいファイルをどこにも置いてないという形になってくると、結局通信回線はすごく早いんだけどもやり取りしてるファイルはまあ昔のファイルとあまり変わらないってなってしまうので、なのでこのデータのサービスっていうのはすごく 5G が普及するために絶対必要なんですね。なのでこうトロンが買収したりとか、別にこう暗号資産ブロックチェーンの市場関係なくストレージの市場っていうのはどんどん今大きくなってるんですけども、そういった意味で言うとニーズは今後拡大するんですが、ちょっと注意点として、暗号資産の市場の中のビットトレントって見るとちょっとずれちゃいます。暗号資産の中だったら確かにビットトレントはすごく有名なんですけども、もっともっと広い市場で言ったらもっとたくさんの競合サービスがいますので、まあ、そういったところと市場で比較してみるのがいいんじゃないかなと思います。ワウエクスチェンジの話をいただきましてありがとうございます。これは盛り上がりますかねというところですけども、エクスチェンジってね名前を付けてしまっているのでもう取引所なんですよね、どうしても。なのでワウエクスチェンジですよっていう形でやって、取引所じゃなくてデックスだぐらいだったらマジですけども、じゃなくてなんかじゃあウォレットだとか、じゃあ別のダップスのゲームだとかですね、ペイメントサービスだみたいな形になってくると名前とのミスマッチが生まれてしまうので、どうしても彼らはエクスチェンジっていう市場でやっていかないといけないですね。言うともうやっててほしいですね、市場としては。のめちゃくちゃレッドオーシャンなんですよこの市場は。エクスチェンジですよ、エクスチェンジとペイメントは。なので早めにやらないとまずいですよね。Facebook みたいなところがガツンと入ってくるわけですよ、大手が。例えば日本で言ったら大手の証券会社まだ参入してないですけど、大手証券とかメガバンクとかバーンって入ってたらエクスチェンジの市場がちょっと結構取られるという、そういった主要証券がまだ強い部分がありますから、まあまあ早めにやった方がいいんじゃないかなというふうには思います。 DAPS の通貨の競争が激化してますが、イーサリアムかイオスか他の通貨が来るんですか、どのタイミングでどんなファンダで判断して保有したらいいんですかというところですね。ありがとうございます。 DAPS の通貨、まあ DAPS いわゆる今ずっと DEX って言ってますけど、それも DEX も DAPS の中の一つなんですが、非中央集権型のですねアプリケーションサービスですねの通貨が流行ってる理由なんですけども、それが実ニーズだからです。今までは構想でずっと来たわけですね。構想、こんなブロックチェーンがあったらいいんじゃないかっていうのの構想構想構想できまして、構想がなかなか実現しなかったりとか、構想が途中でポンとしてやっぱできないじゃんってなってしまって一回ちっちゃくなった市場が、お待たせしましたできましたがダップスです。なんで当然そのダップスが今流行ってますよねっていうのは結果が出てきたのでみんな見てるんですね。でもダップスっていうのはイコール暗号資産って言ってるのとあんまり変わりませんので、市場の取れ方としてはめちゃくちゃでかいですね。ダップスっていうのはこれもダップス、あれもダップスっていう形になりますので、じゃあダップス競争が激化してって今どうなるかっていうのは、当然商品リリースもしてる部分と、ユーザーがちゃんとついてる部分で見るのは結構大事かなと思います。それで言うとやっぱりメジャー通貨ですよね。これから始めますっていう、ダップスこれから作りますっていうところよりも、大手というか暗号資産の市場の中で大手のイーサリアムとかイオスとかっていうところの方がまあまあ評価は早いんじゃないかなと思います。ダップスって誰が使うのっていうことなんですけども、これなんでこういう質問になるかというとですね、皆さん使ってないですよね、ダップスを。どれぐらいインストールしてるかですね、ダップスを。でダップスはですね、すでにたくさん出てます。たくさんといっても、まあ、数百ぐらいかな、2、300ぐらいしか出てないですけども、まあ、それぐらいはグローバルで出てます。ただ大半がですね、ゲームなんですよね。中にはレンディングサービスって言ってこう貸し借りをするためのものとか、決済のものとかですね、ウォレットとか、取引所っていうものがあるんですけども、まあ、基本的には一般の方がですね、日常生活でじゃあダップス使ってみようかなってなったら多分ゲームになると思うんですよ、今の環境だと。ただゲームもともとやってない方も多いですし、そんなに今ダップスのゲーム面白いのがないので、まあまあ今の段階だと誰が使うんだっていう状況ですけども、例えばこれがもっともっと大手が来たりとか、例えば Facebook が、サービスとして提供しましたってなって、これがじゃあブロックチェーン上で稼働するアプリケーションにしましたってなったら、これダップスなんで、多分そういう大手さんがねそもそも参加したらみんな使うんじゃないかなと思います。要は誰がリリースするかで結構市場変わるんじゃないかな
思います、はい、アトム、これコスモスっていうプロジェクトのアトムトークンなんですけども、アトムが上がってますがなぜでしょうか、どこから取引所が買ってるのでしょうかというところなんですが、市場も上がってますので総勢上がりな可能性もありますが、そうですね、これは許容範囲内の上がり方だと思います。市場と一緒に上がっているという形だと思います。まあ、ゆっくりゆっくり評価されてますね。こうだん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 と価格が上がってます。で、例えばちょっとご存知ない方も多い銘柄なので、まあ多いといってもね、グローバルのランクで16位ですからそこそこ知名度は高いんですが、コスモスっていうプロジェクト、DEX を使うですね、事業者用のものです。いわゆる B2B のトークンです。プロジェクトです。なので誰が買うのという、誰がこれ買うのっていう気持ちは分かるんですけども、おそらくこれはですね、投資家さんですね。当然取引所も使うので買ってるっていうのはあると思うんですけども、おそらくこれは投資的な目線で投資家さんが普通に買ってるんじゃないかなというふうには思います。はい、まだまだなんかそんなに異常に上がってるっていうようなものではないですね。ポルカドットはどうですかというところで、これ結構ね、皆さん興味があってですね、質問をいただくんですけども、ポルカドットって取引所での売買が見えないのでちょっと評価がすごく難しいんですけども、いわゆるですね、クロスチェーンっていうんですかね、まあブロックチェーンの方課題を解決で、こうブロックチェーンのスケーラビリティ問題とかをですね、解決できるようになるんですね。こうクロスチェーンみたいな形にすると、で構想がすごく良いと思います。ただどのタイミングでどこの市場に突っ込むかは結構これ大事でして、今こういうプロジェクトは多いです。正直めちゃくちゃ多いです。なのでこの銘柄じゃないとダメっていうのはなくなってきていて、冒頭一番最初だったらこうダップス評価されてますよねにちょっと近くて、要は使われてますよねとか、実際にその誰々が必要としてますよねというところまでは結構必要なので、ちょっとですね、ポルカドットさん今後に期待という感じぐらいになっちゃいますね。はい、そうです、そうです、アトムの競合的なプロジェクトですね。はい、ステーブルコインとして評価されているリブラが出たら USDT に影響は出ますかねというところですね。そうですね、まあリブラは、Facebook のプロジェクトなんですけども、まあ Facebook のプロジェクトがこのままちゃんと行って、まあ何にペッグするっていうのがまだないんですけども、例えばじゃあドルペッグ、仮にドルペッグして Facebook の会社が発行、グループ会社が発行している安心するトークンですみたいになったら、おそらく当然ちょっといくつかは行くとは思うんですけども、ただ USDT とかですね、フル USD とかですね、 USD コインとか、結局その取引所がペアとして採用しているのが一番大きいんですよ。なのでリブラが取引所が使われなかった場合、あんまり採用しなかった場合はそんなに使われる可能性は低いんじゃないかなと、置き換わることは低いんじゃないかなと思います。はい、刀、玉鋼、花コイン、シオラなどのコインはどうでしょうかという形でですね、これはかなり最近伊藤が登壇したプロジェクトのものを全部いただいたので、これありがとうございます。チェックいただいて、これは日本のプロジェクトなので、まあ結構それは応援しています。ただ、もうご存知の通りですね、市場はすごくいいです。市場の選定がいいと競合他社も多いので、日本だけで比較するんじゃなくてグローバルマーケットで戦ってますので、グローバルマーケットでどういうところまでいけるのかというところをぜひ評価をしてみてくださいというところです。はい、最後にお知らせをさせていただいて、今日のお知らせは先週に引き続きこちらです。特別企画、沖縄那覇市セミナー。はい、というところで、いつもですね、イベントはやっておりますが、7月もイベントという形で日本全国、全国って言っちゃうとまたあれですね、うちでないって言われちゃうので、日本のそこそこのところをこうパッと回るんですけども、沖縄なかなか行けなかったんです。ただ6月の末に沖縄伺いますので、ぜひ沖縄の方はですね、このきっかけに、コインオタクに、コインオタクの伊藤に、会いに来ていただければありがたいなと思います。スペシャルゲストとしてトレーダーさんも連れて行きますので、トレードのお話もたっぷりさせていただければなと思っております。というところで、本日もお付き合いいただきましてありがとうございました。また来週もこの時間で放送させていただきますので、 Twitter ライブ楽しみにしててください。それではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。